たまには頭ん中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。全力で来い。その程度が孫悟空。あるな、さすがピッコロだ。やっぱ強えなピッコロ。オラもちょっと体はなまっちまったな。そうやって余裕を見せているつもりか。Yes!
この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。さん、お父さん。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いなごはん、ちょっと頭の中で強いやつと戦ってて。よ、強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん、ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。もっと強くなってあいつとまた戦えてってな。僕、戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。あー、いっけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ父さん。ああ、そうだったな。じゃ、この辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。張り切ってんな、ご飯のやつ。切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。ご飯のやつどこまで探しに来たかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。お、リンゴの木見つけたみてえな。楽しそうだな、ご飯。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。ご飯、見つけんのうめえな。よし、こんなもんかな。
これくらいでいいだろう。よく見つけてくれたな、ごはん。へん、うん、でも僕、ちょっと疲れちゃった。そうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないとね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ、ご飯。一緒に行かねえとな。わりわり。しょうがねえな。じゃ、父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい。言った。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕、偉い学者さんになりたい。え？おめ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ていてやっかな。僕、戦うのやっぱり怖いよ。そういや、おめ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。よし、ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。でも、どうやって釣りするの？釣り竿ないでしょ？へへ、普通は釣り竿を使うけどな。オラがガキンチョの頃は、尻尾で釣りしてたんだ。尻尾で釣り？そんなことできるの？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、ほらもう尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。オラがガキンチョの頃やってたやり方、教えてやっかな。よし。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたら、なんか腹減っちまったな。魚もいっぱいあるし、ちょっと食っちまおうか。うん、僕もちょっとお腹空いてた。
ようよ。さて、魚焼くかな。新鮮な魚はうめえや。僕食べ過ぎちゃったかも。たくさん食わねえと父ちゃんみてえに大きくなれねえぞ。うん。今日は楽しかったね、お父さん。ああ、ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから一緒にやろうな。うん、楽しみにしてるね。おめえも来ていたら強くなれっぞ。そんなの無理だよ。そういえばお父さんが釣りをしてた時にこんなの拾ったんだ。僕にはよくわからないからお父さんにあげるね。お、サンキュー、ご飯。そろそろ、うち帰る？よし、うちに蹴るか。うん。じゃ、行くぞ。金刀よーい。よっちゃ、しっかり捕まってんだぞ。オラがガキの頃からずっと乗ってんだ。帰ったぞ、父。食いもん取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。
食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって修行もしてたしな。今日は無天道様のところにごはんちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり、今度から気ぃつけっから。もういいだ。ほら、弁当を作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。こいつはクリリンと修行した時の石だな。この石をクリリンと探したっけ。あん時は確かクリリンがズルして勝ったから負けた俺は飯が食えなかったんだよな。無天老師様っちゅうオラが世話になったお師匠のとこだ。きれい海があって楽しいぞ。そうなんだ。よし、準備できたぞ。ほれ弁当だ。お腹が空いたら食べるだよ。サンキュー父。父の作ったもん食ったら力がもりもり湧いてくるからな。なあごはん。うん。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。わあ、綺麗な玉。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ごはんちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから、大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ごはんまでには絶対帰るだぞ。この世には七つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり
世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどの人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。へえ。まあちょっとエッチなんが、たまに傷だけんど。オラの一番の親友で、ライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。孫くん。悟空。よ。あら、なにその子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か？こんにちは。はい。こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。